高円寺は、東京都杉並区高円寺南四丁目にある、総当州の寺院である。三号は、野道を取り山。高事元年、中野城元寺三世立室、総忠氏により、解散された。将軍、徳川家光が、高狩りの際、雨宿りのために当時に立ち寄り、時の住職が家光を将軍としてではなく一般の、雨宿りの客として、 さりげなくもてなしたことが気に入られ、家光は、高刈りの土に当時に立ち寄るようになったことで、当時は広く知られるようになった。これが何年も続いたことで、家光は世話のお礼に、宇治から、茶の木を取り寄せ、自ら、手植えをしたとされ、この、お手植えの茶の木は、今も境内に見ることができ、またこのような徳川やゆかりの寺であることから、三葉葵の門を所々で見ることができる。 それまで当地は小沢村と呼ばれていたが、徳川家光が当時の名から高円寺村と解消したとされ、それが現在の高円寺という地名に至っている。かつて寺の周辺に桃の木が多くあり、桃園とも言われ、本尊は桃園、観音、寺は桃堂、門前を流れた川は桃園川と呼ばれていた。漢方2年、後貨4年、 明治33年、昭和20年と4度理災し、同社や古記録類の多くを消失した。現在の本堂は、昭和28年に、宮大工、中村聖雲により再建された。本尊は、観音菩薩像で、他に、室町木の作とされる、阿弥陀如来坐像も安置されている。ありがとうございます。